耳で読む。極東の大師方の生活と教え。1-18。1万年前建立の廟。危機物語。世話係の人には、前もって、夜が明け染めたら知らせてくれるように頼んでおいてあった。いつの間にか戸を叩く音がするので、一同、それっとばかりに、ベッドから飛び起きた。それほど、この高いところから、夜明けの景色を見たかったのである。素早く服をつけると、まるで熱心な小学生のように、もう、屋根に飛び出していた。あまり、バタバタ音を立てすぎたので、世話係の人たちが、びっくりして駆けつけたくらいで、私たちの気が、どうかしたのかと思ったらしい。この平和な静けさを破ったものは、この古廟の建立以来、私たちが初めてであろう。その建立というのが、何でも、1万年前ということである。今では、古色、騒然として、廟自体が、その下の岩と一つになった感じである。屋根では、もう、お静かに願いますなどと、こと新しく注意するまでもなかった。夜の帳の明けゆく光景を見るなり、もう皆、目も口も、ポカンと開いたままになってしまった。もっとも、かく言う私にしても、同僚たちから見れば、同じ顔つきになっていたはずだ。私は、この同僚たちの口から、どんな言葉が出るかと待っていると、これは、僕らは空中に浮かんでいるんじゃないのか、と、一気に、簡単の言葉がほとばしり出るのであった。これは、私がすでに述べた秒で感じたのと、そっくり同じであった。しばらくのほどは、足元にあるものなど、忘れ果ててしまっていた。確かに、中空に浮かんでいる感じである。こんな気持ちを味わってみれば、この人たちが飛べるというのも不思議ではないな、と誰かが言った。そこへ、いきなり笑い声がしたものだから、私たちは、今までの考えから呼び戻されてしまった。誰かと振り返ってみると、私のすぐ近くに、エミール氏とジャストと記録係の友人が立っている。一緒にいた同僚たちの一人が、急いで寄って行って、感激のあまり、いっぺんに、皆の手を握ろうとしながら、いやあ、まったく素晴らしい。あなた方がここで暮らして空を飛べるようになったというのも無理はありませんわい。と言うと、彼らは、ニコッと笑って、あなたでも、私たちと同じように自由に飛べるんですよ。ただ、あなた方には、それだけの力が自分の中にあることと、その力の使い方とをこれから知る必要があるというだけです、と答えるのであった。私たちはまた前に向き直り、この景色を眺めた。霧は、先ほどよりも下に下がってはいるが、それでも、かなりの高さで、大きな波を描きながら漂い、かつ広がって寸地も見えない。見渡す限り移りゆく霧の雲層に取り囲まれ、私たちまでが霧と共に音なき翼に乗って動いていく感じであった。それまで、ただ、うっとりと、防火の京に遊んでいた私は、同僚が何か口を聞き出した時に、はっとした拍子に、思わず、足を屋根にひどくぶっつけてしまい、5、6日後までズキズキしたものである。その朝の食事の時、ここでの泊まりを3日と決めたというのは、予定の落合場所に行くまでに私たちとして行ってみたいという興味をそそられる場所は、1箇所しかなかったからである。エミール氏が持ってきてくれたメッセージを読むと、隊長一行も、わずか3日前に、この廟を訪れてきていたらしい。朝食を済まして外に出ると、霧は、次第に晴れてきている。霧がすっかり晴れ上がり、太陽が上がるまで、私たちは眺め入っていた。崖の下の小さな村が、今は、引き寄せられたように近くに見え、遥か下の谷も見えてきた。大師方は、下の村を訪れることに決まった。私たちも同行してよろしいかと聞くと、一斉に笑って、同行することは良いが、大師方のような生き方、その調子全力によって、パッと、一気に空間を超越して移動する生き方をしてみるよりは、カゴを使う方が体裁が良いから、そうしなさい、と言われるのであった。私たちは、また、一人ずつ岩棚に降り、そこからまた、
村のちょうど上にあたる小さな高原に下っていった。最後の一人がカゴから降りた時にはもう大師方は姿を現してきておられた。さらにそこから村へ降りていき、そこで一日の大部分を過ごした。この村は山岳地帯によくある崖の両側に横穴を掘って出入り口を岩盤で塞いだ家々のある風変わりな古い土地であった。こういう家が全部で2000軒あり、皆冬中の重い雪で押しつぶされないためにこういう住まい方をしているのだそうである。間もなく村の人々が集まってきたので、エミール氏はしばらく彼らと話をしていた。翌日の午後は集会を催すことになり、近隣の出席希望者たちに触れ回る使いが出された。この村には洗礼者ヨハネが住み、廟で教えを受けたそうで、その廟は今でも当時のまま残っているそうである。ヨハネの家のあったという場所にも連れられていったが、家はもう壊れてなくなっていた。その日の午後、廟に戻った。空は晴れ上がり、広々と広がった土地の様子が見渡せた。またヨハネが廟への行き帰りに歩いた道や彼が四宿した村々も見せられた。廟も村もヨハネがこの土地に来た時よりおそらく6000年ほども前にできたということである。私たちがこの村を去る時に通る予定の道も見せられたが、廟が建った当時以来のままだそうである。午後5時ごろ、例の記録係の友人はしばらくおいとまします。間もなくまたお目にかかりますと言って私たちと握手をすると、パッと姿が消えた。その夕方は今までの中でも最も素晴らしい日没の景色を廟の屋上から眺めることができた。思えばほとんどあらゆる土地で落日の景観を見ることのできたのは我が身の幸せであった。酔いが迫ってくると、眼下の高漠たる高原を区切る低い山並みの上にもやが立ち込めてくる。今し太陽がこの山々に達すると、そこはもう一面の黄金の海であった。ある限りの峰々は日没の残光に燃え、遥か彼方の雪に覆われた山々の頂は火の猛線をかぶり、渓谷を埋める氷河は大いなる炎の下と返事。これら紅蓮の炎が天に映ずる最高と愛より溶け合うがごとくである。下の平野に点在する湖も突然火山に変容して火を吐き、その火は天に昇って相対たる最高に溶け入るのであった。一瞬私たちは音なしの火炎地獄の淵にいた。やがて全てが混然と溶け合って色彩のハーモニーを奏で、その平安静謐なること筆舌の及ぶところではない。その夜はエミール氏やジャストにいろいろと質問をしながら12時過ぎまで屋根の上にいた。これらの質問というのは主にこの国の人民や歴史の対応についてであった。エミール氏は彼らの記録から縦横に引用した。それによると、この国には西洋史の始まる数千年前に人間の住んでいたことがわかる。エミール氏は語り続ける。私はあなた方の歴史やそれを書いた人たちの名誉を傷つけようとも軽視しようとも毛頭思わないが、歴史家たちが過去を十分に遡ろうともせず、エジプトを名前通りの国、つまり外側において暗黒あるいは不毛の国と決めてしまったのです。なるほど、エジプトとは思想の不毛を意味した。その当時も現在のように世界の大部分は思想の不毛の中にあったが、歴史家たちはその背後を極めてより深い意味をつかもうとはしなかった。彼らはただ見るがまま、聞くがまま、上辺の現れのままを受け取り書き留めたのであって、あなた方の歴史はこうして始まったのです。あなた方の歴史と私どもの歴史とを相関連させることは全く難しいと言って、私どもの歴史をあなた方に押し付けようとするのではなく、ただ皆さんの自信力で取捨選択するようにお勧めしたいだけです。間もなく月が遥か彼方の山上に現れてきた。次第次第に登ってきて、ほとんど私たちの真上に来るまで私たちは見入っていた。
時々雲が軽く過ぎていくのも美しい眺めである。漂いすぎての後は雲も月も静止し、逆に私たちの方が漂い漂って月と雲の前を過ぎていく感じがするのであった。こうして1時間も経過すると、突然背後の屋根に何か物でも投げつけられた音がした。思わずびっくりして立ち上がり、辺りを見回すと、そこに一人の中年の婦人が微笑をたたいて立っており、びっくりしたでしょうと言うではないか。この婦人はきっと手すりから屋根に飛び降りたに違いないというのが私たちの第一印象であったが、実は彼女はただ私たちの注意を引くために足を踏み鳴らしただけなのだった。辺りの静寂があまりにも深く、そのために少しの物音も非常に大きく感じられるのであった。エミール氏はこの婦人を見るとすぐに寄ってきて挨拶し、私たちに妹だと紹介した。彼女はにっこり笑って、皆さんの夢のお邪魔にはならなかったでしょうかと聞くのであった。そこで私たちは座り直し、話は間もなく彼女の経験したことの思い出話に移るともなく移っていった。彼女には3人の息子と1人の娘とがあり、皆この聖なる奉仕をしながら育て上げたのであった。一番下の2人はいつも彼女と一緒にいるという。会わせてもらえるかと聞くと、今晩ここへ来ますと答えたかと思うと、すぐに男と女の2人の姿が現れた。二人は、叔父にあたるエミール氏と母に挨拶を済まし、前に進み出て、私たち三人への紹介を受けた。息子の方は、背筋の伸びた高い男性的な人で、年の頃は、およそ30歳かと思われた。娘は、そう高くはないが、すらっとして、顔も形も美しい落ち着きのある少女で、年は二十歳にもなろうか。後で分かったことだが、実は息子が150歳、娘が128歳にもなっているのであった。二人とも明日の集会に出席することになっているという。間もなく、この二人は階下に降りていった。二人が降りた後、私たちがこの二人に感嘆していると、その母君が私たちに向かってこう話し出した。子供たちは本来皆良くて完全なのですよ。悪い子供というものはないものです。完全な汚れのない状態で自体したか、あるいは感覚的、物質的な方法で宿したかは問題ではありません。完全な方法で自体した子供たちは、間もなく父なる神の子であることを知り、自分がキリスト、すなわち神の子であることを悟って、実相の会見も早く、それだけに、すべてに完全だけを見るようになるでしょう。感覚的な方法で受胎した子供でも、直ちに自分が神の子であることを悟り、自分の内なるキリストに目覚め、このキリストを理想として自分の本来の完全さを実現させることはあるものです。彼はこの理念を凝視し、愛し、愛おしみ続け、ついに彼の凝視するところのもの、すなわち内在のキリストを実現するのです。その時彼は生まれ変わったのであり、完全となったのです。彼は我が内から完全、常に我の内にある完全を出したのです。完全な方法で受胎して生まれた子は理念を把握し続けて完全となり、感覚的方法で受胎の後に生まれた子は理念を見、その理念を会見して本来の完全さを回復したわけであります。したがって世に悪しき子供というものはなく、すべての子らは完全であり、神から来たものであります。ここまで語られると、誰かが、もう12時を過ぎたから寝よう、と言った。